どうも、マグニーです。僕はですね、 iPhone ラブ部って関西の iPhone 好きが集まるオフ会の幹事メンバーをやらせていただいてるんですけどですね、今回ですその iPhone ラブ部がなんと Apple 公認のユーザーグループとして、認定されました。ありがとうございます。 Apple 公認の、ユーザーグループということで、それなりにね、信頼性のおけるオフ会のグループだっていうことがね、ここで証明されたわけなんですけど、まずね、 iPhone ラブ部についてご説明いたします。どうぞ。大阪を象徴するこのたこ焼きがちょっとアップルっぽくなってる的な、ここのサイトもちろん公開されておりまして、下にリンク貼っております。そちらからまたご覧ください。大体ですね、今 Facebook グループに140名います。皆さん iPhone が好きな方であったり、 iPhone アプリの作者の方とかもね、たくさんいらっしゃいますんでね、 iPhone が好きな方はね、ぜひ参加すれば楽しいと思いますよ。幹事のメンバーに一人超おしゃれデザイナーがいてですね、このページも、ね、デザインしてくれたんですけども、オフ会が行われる時に Facebook ページなり、その Twitter なりのね、ヘッダーがあるじゃないですか、ヘッダー画像が、あれをね、毎回デザインしてくるんです。このやつ、これはですね、2012年7月21日に行われた結構大規模なオフ会です。 iPhone ラブ部とスマパっていうね、関東のスマートフォンパーティー、スマートフォンでフィーチャーされたコードコラボしたんですね、大阪で。その時のこれがヘッダー画像で、これバーベキューとかこういうのもやりますよってことでね、どんどん行くと去年のね、去年の夏の終わりです。もう去年の今頃ですね、これ。そうですね、残暑お見舞い申し上げた残暑、これスイカもちゃんとアップルっぽくなってて、忘年会です。ブロガーデンっていうところっていうか、僕もブロガーデンの幹事として参加させていただいてるんですけども、そちらのとのコラボの忘年会、東京のお寿司屋さんとミュージシャンの方と我々が、iPhone ラブ部がコラボした、イベントなんです。これが終わりましたっていう時のバナーです。今のバナーはこんな感じになってます。まあそのようなね、オフ会を行っておる iPhone ラブ部でございます。この動画チャンネルでもですね、iPhone ラブ部のオフ会の様子を上げております。これね、フィープレさん、名古屋にいるフィープレさんっていう方のがいらっしゃった時の、新世界でラブっていうね、急いで向かっております、ね、これうちの愛する嫁です。で、これ新世界に集まって、みんなで集まってっていうのね、この動画のね、リンクもね、貼っておきますので、ぜひよかったらご覧ください。この、我々の iPhone ラブ部がなんと Apple 公認になったっていうお話なんですけど、ご覧いただきましょう。こちらです。事案。Apple のサイト内にですね、iPhone ラブ部の情報が載せられております。もちろんこれ、一般の方でもアクセスできるページなんで、Apple ユーザーグループの iPhone ラブ部、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。私が幹事をやっておりますので、またオフ会の告知は、この動画チャンネル、または先ほどのページをご覧いただければ確認できるようになっておりますので、ぜひ振ってご参加ください。ちなみにですね、今日は私、山作戦さんの T シャツ着ております。ご覧いただいて、参加したいなと思われた大阪の方、またもう地方の方も、いつもいらっしゃってます。気が向けばですね、オフ会に参加していただければなと思います。我らが iPhone ラブ部が Apple 公認グループになったっていうことをお知らせする動画でございました。来週にまた、次回のオフ会の告知やらせていただきます。ではでは、今週はこの辺りで。チャンネル登録、ここからね、PC の方はこうクリック、スマホの方は下の詳細欄からよろしく。ここにラブ部のオフ会の動画貼っておきます。こちら、はい、それで明日はね、ちょっと頑張ってね、次の動画でお会いしましょう。